こんにちは。引き続きまして私党代表立花隆より明日投票日を迎えます岡山県議会選挙倉敷市そして筑後郡選挙区から立候補しております。現職の現役のお医者さんドクターでございます浜田聡の応援説をさせていただきます。今しばらくお騒がせいたしますがご容赦ください。私は NHK から国民を守ると代表を務めさせていただいております立花隆と申します。 NHK から国民を守る党は NHK に受信料を払わない国民をお守りさせていただく政党でございます。わかりやすく言えば NHK の受信料を踏み倒す人を応援お守りさせていただきます。今の政治家明らかに頭がおかしい人たちがやっています。スマートフォンからも税金を取ろうとかスマートフォンからも受信料を取るこんなことを言っています。スクランブルしたらいいだけなんです。時代はどんどん変わっています。 NHK にお金を払わない人には電波を止めてサービスを止めればいいだけ。水だって電気だって電話だって料金払わなければ水も電気もガスも電話もみんな止まります。 NHK だけです。勝手に電波送ってきてそしてお金払わなければ暴力団を使って金を払えと家にやってくる。昭和の時代だったら分かりますがもう平成が今月で終わり来月からは新しい言語令和に変わる。こんな時代にいつまでも政治家は NHK に忖度しています。これ NHK に忖度しなければいけない政治家だらけなんですよ。都合の悪いこと放送されたら困る。 ありがとうございます。どうぞ。今星野仙一記念館さんの前でお話をさせていただいております。実は私星野仙一さんとは非常に生前仲良くさせていただいております。元 NHK の職員でございます。東京のスポーツ報道センターの契約をいう星野仙一さんのような野球解説者と契約を交わすそういう仕事をしております。星野仙一さん非常に優秀な監督であったこと、もちろん現役選手としてもそれなりの成績を上げた方であることは間違いありません。しかしながらいわゆる名球会といわれる200勝をしたわけでもない、ちょっと有名なというかまあまあいい選手、その程度なんです。しかしながら彼には卓越した政治力があります。星野選手さんと彼はお酒が飲めなかったからお酒飲まない状態でもよく話をさせていただきます。僕たちがお酒を飲んでいても彼は常にウーロン茶お茶を飲んでいましたが、監督が中日の現役時代にピッチャーをしていた監督が一夜にして変わる。野球選手からすれば監督というのは神様のような人です。選手を起用する権限を持っているのは監督、しかしその監督をたった一日で変えてしまうもっと上の偉い人がいるんだ。星野さんそれに気づいたそうです。そこから彼は政治の勉強、ありがとうございます。そこから彼は政治について考えたそうです。そうだ、野球は政治力が必要なんだ、そう考えた星野選手さん、NHK の会長やスポーツ局長そういったところにうまくまさに取り入って NHK の解説サンデースポーツサタデースポーツの解説の座を射止め、そして中日の監督から阪神の監督に来る。あの時も私星野選手さんといろいろと裏から話をしました。中日の監督なら年収1億円がせいぜいいいところ、 NHK の解説1500万しかもらえません。阪神タイガースの監督になれば3年で8億円もらえる。彼は
そういうことを一生懸命考えてた人です。そして NHK の受信料は阪神タイガースに年間9億円法外なお金を受信料から阪神タイガースに払い、そして阪神タイガースから星野誠一さんの監督契約監督料を払っていた、こんな裏舞台です。皆さんの受信料が NHK の受信料が星野誠一さんのため、もちろん星野さんだけが悪いわけではなく、 NHK の当時の会長が阪神タイガースのオーナーになりたい、当時の海老沢会長が阪神タイガースのオーナーになりたい、こういう思いだけで法外な放送権利を払っています。それが昭和の後半そして平成の時代だったと思います。誠一さんの若干星野さんの悪口になってしまっているかもしれませんが、そういう時代だったんです。星野誠一さんは自分の部下というか後輩たちとっても大事にしてました。誠一さんがお金にある程度綺麗ではなかったという表現をしますが、それは自分が可愛がっている選手たちを守る、そんな思いもあったんではないかと思います。星野誠一さんは自分と仲良くしている後輩の選手たちを NHK の解説に起用する、優先して NHK もそれを受け入れておりました。 NHK の今の解説を見ても分かると思います。与田さんであったりとか武田さん、まあ今与田さんは監督をされてますが、星野さんとつながりがある広沢さんもそうですが、そういう人を NHK は未だに解説にしていることからも分かる通り、星野誠一さんと NHK というのは非常に密接な関係がございます。しかし時代は変わってきております。今はこういう悪しき習慣を断ち切っていく、 NHK がなくても今阪神戦おろか全てのプロ野球中継を見ることができる、視聴者国民には選択する権利、選ぶ権利が与えられています。テレビがなくともネットでプロ野球中継を見ることができる、もちろん天気予報、ニュース、娯楽、映画、こういったものもテレビがなくても視聴可能な時代になっております。時代は変わっております。ぜひとも NHK を見なければ受信料を払わなくてもよい、このように法律を変えてまいります。私ども NHK から国民を守ると公認候補浜田聡、まだまだ岡山県では初の選挙でございますので聞き慣れない政党名であろうかと思いますが、 NHK に受信料を支払わない方をお守りする、 NHK の受信料を踏み倒す方を応援お守りする政党、そして候補者浜田聡、私ども NHK から国民を守ると現在13名の地方議員が在籍しております。そして統一地方選挙には47名の公認候補を擁立する予定でございますので、ぜひとも当地岡山県倉敷市そして筑波郡の皆さん、当地岡山県におきましても NHK に受信料を払わない、支払わない皆さんをお守りする政治家を皆さんの手で生み出していただきたいと思います。いよいよ明日が投票日でございます。岡山県議会議員選挙に立候補しております。 NHK から国民を守ると浜田聡、41歳現役のお医者さん、ドクターでございます。京都大学医学部を卒業した立派な学歴経歴を持つ者が NHK のこの暴走、 NHK の独走、そして NHK に忖度をする政治家政党を許すわけにはいかない、そんな思いで立候補させていただいております。ぜひともこの勇気評価をいただきまして、明日の投票日には浜田聡とご記入いただきますようお願い申し上げまして、ありがとうございます。当地一角お借りいたしましての街頭演説終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいませんでした。